んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはハラハラドキドキをやめるです。いつも破滅的な映画を見たがる人がいます。宇宙人襲来とか大災害とかテロリズムのような映画です。そして常にハラハラドキドキすることを追いかけていて、何かそういうものはないかと探しています。実はこの人たちは頭が暇なんです。特に感情脳である子供脳が退屈しています。人生に退屈しているので映画で興奮したいんですね。でも思考が現実化するということをちゃんと理解していたら、これは大変危険なことだということがわかります。映画の中だけではなく、いつもトラブルになることを期待しているので、台風が来たら自分の地域が大変なことにならないかとか、今ここですごい地震が来たらどうしようとか、そんなことを思いながら自分だけはサバイバルできるとイメージしています。これは災害を期待する思考ですから、トラブルを引き寄せる思考なんです。もちろんこれがすぐに大きな災害に巻き込まれることになるということではありません。思考は少しずつ小さな規模で現実化します。例えばあなたが車で通勤しているならば、タイヤがパンクして立ち往生とか、電車に乗る人ならば電車が異臭騒ぎで止まってしまうとか、何かの突発的なことであなたが困るという事態が起きやすくなるんです。そしてあなたはそんなことを体験すると何回も人に話すでしょう。そんな時、実はあなたはワクワク興奮しています。これこそがあなたがこういうトラブルを楽しんでいる証拠です。でも本当にそんなトラブルに会いたいですか？それを望むとどんどんエスカレートして大変な出来事を引き寄せます。そして本当に怪我をしたりします。ですからこれはやめた方がいいですね。真の問題は自分の人生に退屈しているということなんです。ですから自分の人生を面白くすることを考えるのが解決法です。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは人生に退屈しているんだね。興奮するような出来事がなくて人生が面白くないんだね。毎日毎日同じことの繰り返しで、これだけじゃ人生に意味がないと感じているんだね。そしてとりあえず面白そうなドラマや映画を見て、ハラハラドキドキしてスリルを感じて退屈をごまかしているよね。大人の自分はそれで困っているよ。あなたが人生に何か面白いことは起きないかって思っているから、実際にトラブルを引き寄せてしまうんだよ。人生にトラブルが生じて無駄にイライラしているよ。そんなスリルはいらないよね。自分がトラブルに対処しても、それは映画のようにかっこよくなくて、ただの困った出来事なんだよ。あなたは本当は良いことで興奮したいんだよね。自分自身の夢のためにハラハラドキドキしたいんだよね。でもその夢を叶える力がないから、仕方なくトラブルを作ってハラハラドキドキしようとしているんだよね。それはバカバカしいね。あなたの人生は困ったことで
スリルを味わうためにあるんじゃないよ。それはただの暇つぶしの人生なんだよ。あなたの脳は生産的なことに使うためにあるんだよ。トラブルを作るためにあるんではないよ。だからトラブルを作るのではなくて、自分自身の夢のためにハラハラドキドキすることを決めなさい。まずは今している仕事で力いっぱい頑張って、大きな成果を出すことに挑戦しなさい。その結果を楽しみにしながらハラハラドキドキしなさい。退屈をする暇もないほどに頭を使いなさい。アイデアを出しなさい。どうやったら会社の売り上げを2倍にすることができるかって考えなさい。自分にはできないと思わずに、空想でもいいからそういう脳の使い方をしてごらん。ポジティブな成功を空想してごらん。そうしたら頭が忙しくなって、無駄にトラブルを作ろうとは思わなくなるよ。大人の自分はあなたが大切で、そんな破壊的な興奮よりも生産的な興奮を与えてあげたいんだよ。だから生産的な興奮ができるよう、いつもそのことを考えていなさい。できるよ、できる。あなたは頭がいいんだからね。